はい、どうもこんにちは、劇団スカシのゆうやです。こんにちは、皆さん、昨日19時に発表されましたフィッシングナイト見ていただけましたでしょうか。ついに公開できましてね、嬉しいです。ぜひまだ見てないよって方はね、ぜひ先に見ていただいて、もう見たよって方もね、もう一回ね、今日もまた見て、何回でも見てもらえたら嬉しいんですけれども、そのフィッシングナイトのね、公開記念として今回も新グッズの方をブッパンタードの UA の方を作らせていただきましたんでね、ちょっともう映ってますけどね、そちらの方を紹介させていただきたいと思います。まずこちら、もう僕本当にね、嬉しいんですよ。これドラマの中でも使われていた、みんながビールを飲んでいたこちらのパイントグラスですね。ちょ、暗い方が見やすいかもしれないけど、これ基本的にはクラフトビールとかビールを入れるパイント、1パイントっていう量入るグラスなんですけども、それにね、このフィッシングナイトっつってね、下にはこのね、グッズってスカッシュシナリオプレートポーって入ってる、これほらめっちゃかっこいいでしょ。こちらの方を作らせていただきました。もちろんビール好きの人はもう絶対マストアイテムだし、ビール好きじゃない人もグラスとして普通にかっこよくないですか。なんか雑貨屋とかで結構こういうのいっぱい売ってますよね。昔からこれ、こういう形のグラス俺好きで、ぜひね、皆さんもこれでオレンジジュースだったりね、アイスコーヒーだったり、何でもいいですけどね、ビールでもいいです、もちろんビールもそうですけど、いろんなものをね、飲んでいただきたいなと思っております。こういう感じで、これも本当おすすめです。そして今回はね、前回に引き続きまして、ワッペンの方を作らせていただきました。今回もまたいいのよ、じゃーん。これいかがですか。これね、フィッシングナイトって書いてもあるので、まあ、例えばまあこういう、もうここでもいいぐらいだよね。これもめっちゃね、かっこよくて、ね、こちらがこういった感じでスカッシュって書いてあってね、これもいいでしょう。このさ、しない、フィッシングナイトの特別のこのロゴになってるからね、このスカッシュって形も、このし、で、下がシナリオプロジェクト4って書いてあって、ここの下がまた繋がってるところがまたこのデザインやってきて、セヌマさんのこのオシャレでね、もうこれも超気に入ってて、俺もこういう感じで、ニューエラの帽子でも買って貼ろうかなと思ってるんですけど、まあその動画はまた今度だとして、まあそう、この3つの商品がね、3つや2つの商品、このワッペンセット、ワッペンセットと、じゃあパイントグラスの方を今回は、なんとですね、最初でなんとですね、こちらの新グッズシリーズはですね、最初昨日からですね、最速で入手できる、先行受付で、ね、っていう受注生産の方をですね、昨日からスタートはしてまして、こちらが1週間なんと限定なわけですよ。昨日からで始まってまして、期間はですね、3月9日の23時59分まででね、これ何が最速なのかって言いますと、商品の発送は3月末なんですね。3月末となっておりますんで、一応その、今回そのフィッシングナイトからの、舞台、世界の始まりっていう流れにもなってますんで、劇場の方でも若干その、数には正直限りがあるんで、大した数は正直出せないと思うから、あれなんです。まあ、一応、劇場でもこれの、この商品は出せたらなと、物販担当考えているわけですけれども、ただ、最速でゲットできるのはこの1週間。もう必ずその品切れもこの1週間であれば受注なんで、必ず手に入れられるのはこの1週間だけなんで、もうぜひともこの機会ね、ゲットしていただけたらなと思ってます。もうこんなパイントグラスなんてね、ドラマで登場してるから作れたけど、なかなかね、何にもない時に、じゃあパイントグラス作りましたっていうのはあんまりないと思うから。で、またこのフィッシングナイトのね、パンキッシュなロゴとさ、このグラスが似合ってて、もう部屋にこうポンと置いてあるだけでもめっちゃかっこいいんで、ぜひね、ゲットしていただけたらなと、そういうお知らせです。今日はで、前回もね、マグカップとかワッペン作った時にそのちょっと PV みたいなのを作ったじゃないですか。で、今回もそれ作ろうと思って、その一応撮ってきたんですけど、いや、もちろん今からお見せするんですけど、ダサくてねその一緒に見ながら僕のダメ出しも聞いていただきつつ楽しんでいただくっていう動画にしようかなと思ったんですけど、まずね、まず最初はサラリーマン踊るのエンディングで使ったところの景色がいいところでね、このまずパイントグラスを撮影していたわけですよ。これは最初は、最初は結構かっこいいと思ってて悪くないんですよ。じゃあちょっと一回それ見てもらいましょうか。はい、はい、
かがでしたか。まあこれは結構良かったでしょ。この後僕ね、やっぱなんかせっかくパイントグラスだし、どんぐらい入るのって方もお見せしたいし、その飲み物が入っている方がおしゃれかなと思って、途中でね500ミリのその飲み物があったから、まあ、買って入れるんですよ。入れるんですけど、まあ一応それ見てみましょうか。なんか夏っぽくて、嫌いじゃないんですけど、さらっと絞ったオレンジの缶をカンポンと置いた時にダサって言うんですけどまあでもで、そういうだから 500ml もね、まあ、これ全部入ってるし、でこの後ワッペンも一応普通に取って入ったんです。まあね、これも悪くはないと思ってるんですけど、この後水道があったからね、なんかおしゃれな絵が撮れるんじゃないかなと思ってやってみたんだけど、もう水がバシャーってなっちゃって、もうなんかもうロゴも全然見えなくなっちゃってて何が見せたいのかもよく分かんなくなっちゃってるんだけど、まあ、それ見てもらいましょう。いくらですか。まあね、なんかその意味が分かんないから、さらにこの後極めつけなんだけど、ちょびちょになったまんまこれをねちょっと置いて、そのおしゃれっぽく撮ろうって頑張ってるんだけど、もうびちょびちょだから全然もうロゴも見えないし、なんかおしゃれに見えないのよ。言ったらもうただ失敗ね。そのままちょっとね見てもらいたいなと思います。はい、いかがでしたかね、これは下手くそとかもうそういうね問題、そういう問題じゃないんだけど、一応最後にねやっぱりこの3つをなんかこうおしゃれに並べてね、とこうなんか分かんないけど並べて撮りたいなと思って撮ったんだけど、強風でその風がすごくいい、あいいなこの感じで撮りたいなと思って、こうセットした瞬間にこうパタッてワッペンが倒れちゃったりするのがもうダメだったんだけど、ダメだったけど物がかっこいいっていうのは伝わったかなと思うので、ちょっとそれも見せていただきますね。はい、どうぞ。はい、はい、倒れた、ね、こっちも倒れて、下に寝かせて取ればいいやと思って寝かせて取る。でこれで自分の中で OK 出してるんだけど、すぐほらこれも動いちゃってるから、ね、はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はね、私が、大満足、もう僕は自分で100点あげてますよ。この100点のグッズの紹介でした。ね、詳しくはね、詳細欄にいろいろ貼っておきますので、そちらの方を見ていただいて、ぜひぜひこの機会にゲットしていただければなと思います。はい、ということでね、最後本当にくっさ短い話だけして終わろうかなと思ってるわけですけどね、昨日のね、フィッシングナイトの方を見ていただいた方には分かると思いますけど、最後にね、その告知があって、次回はその僕が原作のあかりがやるよみたいなね、やつが出てると思うんでね、もう僕の中で結構そのあかりっていうのがその頭にすごく残っててね、その話変わるんだけども、au 光に最近僕変えようと思ってるわけですよ。 Wi-Fi が、まあ、もう更新付きというかそれになったんでね、だから俺ちょっとその代理店さんというかその契約するところにその聞いて、ちょっとね僕その今度au あかりさんに契約しようと思ってるんですけどって言っちゃって、そしたらそのサービスはサポートしておりませんって言われましたということで終わったので嬉しいよって、最速のレビューでした。こちらは最速のレビューでしたね。ということでぜひゲットしていただければと思います。それではまたね、バイバーイ、ずっぱし。